こんにちは、さやです。今日はなんとザラの購入品紹介の動画を撮っていこうと思います。剥がれるんだな。なんか購入品紹介の動画を他の人の YouTube の動画とかでもたまに見るんですけど、なんか自分そんな一気に一回に何十枚まではいかんか、いっぱい服買うタイプじゃないんで、なんかすることないやろなと思ってたんですけど、ザラが今セール中で22日からかなんかでオンラインでセールしてて、でちょうどなんかもう夏やし今めっちゃ暑いじゃないですか。でキャミとかタンクトップとかそういう夏物の薄い素材の服が欲しくて、ザラ行ったらめっちゃ安くなってたから、あ、いっぱい買っちゃおうと思って8着ぐらい一気に買いました。合計、1万6000とかそれぐらい。あー破れた。オンラインで買って試着してないんで、どんな感じか着た感じわからないんで、ちょっと着ながら買ったもの紹介していこうと思います。楽しみ、嬉しい、初めてこういうのする、やってみたかったん実は。で今回8着買ったんですけど、全部キャミとかそういうのやから1着2000円1000ぐらいとか、いっても多分2000円3000ぐらいのものばっかりなんで、ではまず1着目こちら、後で全部着てみます。こんな感じ、 V 深めの V のレザーとミックスのなんかやつ、なんかここ空いてるのが好きで、今空いてへんけど、なんかオーディションの時とかにも着ていけるやつが欲しいなと思って、結構なんかこの辺綺麗に見えていいかなと思って、基本的にここが空いてるものを多く選びました。鎖骨綺麗に見えるかなと思ってちょっと買ってみました。2着目、ここ置いていこう。こちら普通のリブのタンクトップです。緑のこれも普通にさらっと1枚で着れるかなと思ってちょっと買ってみました。緑好きなんで、ね、でもなんか緑のタートルネックのニットとか緑のパンツとかは持ってるんですけど、緑の夏に着れるトップス持ってなくて、これ見た時にあ、これ1着のところと思って買いました。はい、2着目。3つ目、この紫のキャミです。ほんまにこういうやつばっかりで、ここはまっすぐなデザイン、なんか紫かわいいなと思って、はい、これ次ワンショルのなんかね、白のノースリーブ の肩こういう風になってるやつ持ってるんですけど、これいいやんと思ってワンショル。でも結構短いかもしれんな、ちょっと後で着てみます。おい、次なんかリブニットめっちゃ多い。あ、まだ2個目やった。はい、次は黒の普通のキャミ、シンプルな、これもリブニットで、なんか普通にインナーとして着る用の黒いキャミしか持ってなくて、なんか1枚で着るにはインナー感強すぎるなみたいなものしか持ってなかったんで、1枚で着れそうなやつも欲しいなと思って買ってみました。めちゃめちゃシンプル。はい、でこれの色違いのピンク、なんかピンクの服とか全然着えへんねんけど、なんか最近小物とかでピンク入れたいなと思ってて、この間はもう友達と展示会行った時にピンクのバッグつけたんですけど、まあ普通にキャミやし1枚ぐらい持っててもいいかなと思ってピンクを買ってみました。似合うかな、やばいかもしらんどうなるやろ、着れるかな普段。ちょ、結構派手なピンクか、ちょっと後で着てみて判断しましょう。はい、次はこちらです。紫、薄紫のタンクトップなんですが、下にもこうやってこういうのなんていうんやったっけ、こういうやつで初めて買ったこういうタイプの服で、
でこれまあ普通に着てここはパンツで隠れるんですけど、横が空いてるデザインになってて、こちらって見えたら可愛いかなと思ってちょっと気になって買ってみました。なんかさ、中学校の頃のプール思い出すような、こういうの見ると下小学校か、こういうの着とったの懐かしい。なんかちょっとケミカルウォッシュっぽくなってて可愛いです。ラスト、これは全然季節今じゃないんやけど、まあ、ちょっとあったかくなってきたら着れるかなと思って一応買ってみました。紫のリブニットトップスなんですけど、これハイネックになってて、でなんか何チョーカーみたいな感じでここ首に当たるんですけど、ここめっちゃ開いてて、なんかさらっと1枚できたら可愛いかなと思ったんやけど、ちょっとこの間道でこれを着てる人を見かけたんですけど、まあまた着たらイメージ変わるかなと思ったんですけど、なんか思ってた感じじゃなくて、その人の着てるイメージが、あれ買ったやつやと思って大丈夫かなと思ったけど届いたんで、まあ後で着てみます。これね、普通のリブニット、ここクロスになってる感じです。これ緑もあってんけど、いやもう緑結構あるしいいかなと思って紫にしてみました。終わり。はい、ということでちょっと一着ずつ着てみます。似合うかな。ちなみに今はこれはビューティフルピープルで買ったキャミなんですけど、下はザラのパンツを履いてます。ザラのスラックス、これに合わせていこうと思います。このパンツが結構足がきれく長く見えるから、よくこれを履いてるんで、まあ、これに合わせたら分かりやすいかなと思って、まずじゃあ一番最初に紹介したこの黒のレザーのトップスから着ていきます。シャラッ。ちょっと思ったよりここ空きすぎかもしらへん。まあでもオーディションで使えそうじゃない。一着目こんな感じでした。かわいい。次はじゃあ次この緑のタンクトップ着ていきます。シャ、いいんじゃない、めっちゃかわいい。ちょっとペラペラやけど、まあこんなもんやんな。ちなみに今回全部サイズは S を買ってます。いいんじゃない、どう、かわいい、好きな感じの緑、いい感じ。次この紫のキャミ、次これ着てみます。じゃーん、え、めっちゃ可愛いねんけど、めっちゃ可愛くない、めっちゃ可愛い、これめっちゃいい、え、めっちゃ使えそう、いいと思います。ここがいいですね。あとこのラインも結構好きかも。かわいい。じゃあ次はこのワンショルダーのやつを着てみます。ワンショルダー初めて着る、思ったより丈が短い、かわいいと思ったけど、もうちょっと丈あってくれた方が嬉しかったな。ちょいハードル高め。みんなさ、この紐どうしてるの、切ってる、これ出てこへん、歩いとったらほっ出てくるよな。終わり。次はこのシンプル黒キャミ行ってみましょう。あ、普通
通にシンプルな黒いキャミって感じ。普通に使える感じ。なんかここにサイズ調節できるのついてて、ここはなんか多分蚊に噛まれた。こんな感じ。まあ普通に想像通りって感じ。インナーとしても普通に使えそう。丈もいい感じですね。はい、問題はこれのピンクよ。ちょっとデビットカラーすぎたかもしれない。着てみるか。あ、でも意外とこうやったらいけるくない？着てみます。意外とありじゃない？どうですか？え、意外とありやと思ってんねんけど。なんか最近ピンクの衣装を用意されとったり、ピンク意外と似合うって言われること多くて、私がピンクと思ってんけど、なんか肌の色がピンクに馴染む色らしくて、結構なんか私ピンクいけんねやと思って、今回ちょっと買ってみてんけど、マジで意外と私結構これ好きかもしれない。あり。結構好きです。はい、じゃあ次これですね。つながってるやつ、これ着てパンツにインして着てみます。かわいい、見て、ペチペチ。結構ピタッと感強めやねんけど、まあまあ普通に使えるんじゃない？かわいくない？結構ここがお気に入りです。かわいい、かわいいと思います。次、ラスト、季節外れの長袖リブニット着てみます。暑い、マジで今汗やばいねんけど、冷房入れてんのに。そんな中最後にこれを着てみます。なんかパッと見な、後ろはいけんねん、全部普通に前向いたらドーンって感じ。終わり。今ザラセール中で、いつまでセールしてんのか分からへんけど、これ脱ぐわ。最初の服に戻ります。はい、ということでこんな感じで8着合計着てみたんですけど、 ZARA のホームページでさ、あ、いいと思って買ってみても、実際自分着たら、あ、こういう感じねみたいなって結構あるやんか。まあ今回やか、それでちょっとでもね参考になればなって思います。意外と私ピンク好きやってんけど、一番好きやったのはこれかな、この紫のこのお股まであるやつ、これ一番好きやった。これとこのキャミもめっちゃ良かった。この横がこうなってる、前がまっすぐのこのキャミもめっちゃ可愛かったです。これめっちゃ着そう。紫はどっちも。あとはでもこの緑のタンクトップも普通にシンプルな形やし、よくあるやつやから想像はついたけど、別に着てみても違和感なく普通にいっぱい着るかなって感じです。ピンクはまあちょっと挑戦してみようかって感じで、私的にいいなと思ったものたちはすごい色。カラフルでよくない？夏っぽくてかわいい。いっぱい着そうと思った、買ってよかったと思った子たち、いっぱいこれから今年は着ていこうかなと思います。はい、終わり。 ZARA のセールいつまでやってるか分からへんけど、多分今もやってると思うので、ぜひお買い物の参考にしてみてください。以上、 ZARA のセール品紹介動画でした。バイバーイ。